それでは本日の主催者、長崎ピース委員会を代表いたしまして、吉永敦夫より皆様に開会のご挨拶をさせていただきます。はい、皆さん、こんばんは、吉永と申します。今日は皆さん、私たちの呼びかけに応じていただきまして、こんなにたくさんの方に来ていただきまして、本当に嬉しく思っております。まずこの場をお借りしまして、まず御礼を申し上げたいと思います。さて、本日のテーマでございますけれども、長崎から世界平和をというテーマでございます。長崎から世界平和を発信していこうというテーマでございますけれども、非常に大きいテーマで、非常に、なんて言いますか、漠然としていて難しいというふうに感じられた方も多かったのではないかと思います。本日はこの後、お二人の方にご講演をいただきます。そのお二人のお話をお聞きなられれば、非常に身近でですね、そして非常にシンプルなものである。平和を作るというのは非常にシンプルなものであるということがお分かりいただけるかと思っております。今、世界を見渡してみますと、テロとか、戦争とか、あとは、世界を見渡しますと、そして日本の中でも悲惨なニュース、毎日のように報道されております。それはなぜかなと考えます。やはり、そこはですね、他を受け入れない心が非常に蔓延をしているからではないかなと考えています。私たち、日本人、日本人でもありますが、日本という国はですね、2600年以上続いている、世界で一番長く続いている国ということをご存知の方はどれほどいらっしゃいますでしょうか。で、そこの礎になっているのはですね、すべてを受け入れる心を持ってきたからです。そういうすべてを受け入れる心を持って育まれた日本人がですね、2600年も平和を保ってきたわけです。今、世界中で、そういうふうな、他を受け入れない心が蔓延している中、こういう日本人が本来持っているですね、DNA というのを、本質というものを今薄れてきている、この時代だからこそ、こういう機会を設けまして、それを思い出していただけないというふうなことを感じております。そしてここにいる皆様一人一人のですね、心の中に今日のお話を聞いて自分の心に照らして、そしてぜひ今日自分の心の置き所というものを一人一人違うと思います。そういうものを見つけて帰っていただければ本日開催した意義があるものだと思っています。ここで、なぜこういう機会を設けたか、イベントを開催するきっかけが、開催するに至ったかという経緯を最後に少しだけお話をさせていただきます。実は今年の8月に、熊本の平立神宮という、ここも日本で一番古い神社になります。こちらで2000年間続いているというですね、もうそれこそ日本が誕生して以来ずっと続いているお祭り、五色神祭という5年に一度行われている祭りがございます。ここはですね、世界中というか5つの大陸との人種の方と宗教を持つ方が、その代表の方が5年に一度選ばれた方が拝殿に上がりまして、それぞれの宗派のお祈りの仕方で祈るわけです。非常に、自然、平立神宮の場所というのは、非常にその自然、山の中の浸透した自然の中で、和楽器ですね、雅楽が鳴り響き、そこで、それぞれの国の、それぞれの宗教のお祈りをしている姿を見たときに、非常に感銘を受けました。そして、そこで感じたことは、やはり、日本っていうのは、2000年も前から、すべてのものを、すべての心を受け入れてきている国、ということを実感をしました。
そしてそこに集った仲間が今日のスタッフになっています。で、我々はこういうですね、素晴らしい、今争うことが多い中で、そうやって一つの、ところに集まって、そしてみんなで世界平和を祈るというこの、日本人のその精神、この心をですね、ぜひ一人でも多くの人に、その時の話も含めてですね、お伝えしていきたいと思って今日は、開催するに至りました。この後、ムガールさん、そして小坂さん、お二人がお話をなされます。その時のムガールさんは、その五色神祭の、イスラム教を代表して、拝殿をされ、お祈りをされております。本日は、そのムガールさんのお話を通じまして、世界の心、特に誤解をされているイスラムの本当の本質というものを知っていただき、そして、小坂さんのお話を、まあ、ご存知の方も多いかと思いますけれども、今一度お聞きになって、日本の心を、それを感じ取っていただいて、世界の心と日本の心を感じ取っていただいて、それに共感をしていただけましたら、ここにいらっしゃる皆さん、それが一つ繋がっていてですね、一つのムーブメントといいますか、そういう人の繋がりになって、どんどんと第2回、第3回と広がっていければ、非常に嬉しく思いますし、そういう風な会にしていきたいと私どもは思っております。どうか、本日は2時間という時間でありますけれども、最後までどうぞご清聴くださいますように、よろしくお願いいたします。主催の長崎ピース委員会を代表しまして、吉永が挨拶をさせていただきました。どうぞ、本日はよろしくお願いいたします。